腰の覚醒キャラ回復サポート編でやっていきたいと思います、はい、ありがとうございます。はい、どうも皆さんこんにちは。白黒チャンネルチューニーと GGG チャンネルのミトシルです。というわけで本日もファイナルファンタジーブレイブエクスビアス公式チャンネルやっていきたいと思います。イエーイ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで今回はですね、はい、10月に来ました、星7覚醒キャラ、こちらのですね、はい、タイプ別レア召喚、こちらの回復サポート編でやっていきたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、今回はミソちゃんの方から紹介してもらいます。では見てミソシン。はい、というわけで今回はこちらの7体紹介していきたいと思います、はい、こちらですね、ラムザ、ディリータ、クイーン、常闇のメリアス、そしてティーナ、はい、マリー、レムですね、はい、で、こちらの紹介する時間なんですけれども、うん、コメントに何分からこのキャラクターっていうのが書いてありますので、はい、ぜひ皆さんそちらをチェックして好きなキャラクターを見ていただければと思います。で、今回なんですけども、たくさんキャラクターがいるので、はい、一人一人がっつり説明したいところなんですが、さっくり分かりやすく、うん、コンセプトを説明していければと思います、はい、星6のラムザはですね、簡単に言うと英雄の歌の人でしたね。はい、英雄の歌の人、ね、そして浴び隠したウェポンブレイクとマインドブレイク、まあ、簡単に言うと攻撃力と魔力のデバフをかけれる子という印象が強かった子だと思います、はい、星7になりましてですね、ガラッと立ち回りが変わると思います。ただ伸びる方向は一緒ですね。まずはスピリットブレイク、ディフェンスブレイクというものを覚えます。これですね。こちらがですね、なんと、精神を下げる、防御を下げる、その下げ率はですね、ウェポンブレイク、マインドブレイクが浴び角2回したものと同じになります。 お得感あります、ね、はい、でさらにこのね、はい、ラムザさんの欠点ってやっぱり1ターンに1個しか下げれなかったところだと思うんですよ、うん、はい、それがですね、なんとダブルブレイク、なんとなんと、はい、こちらを覚えることによって2つのデバフがね、すごいですねこれ、はい、使えるようになりましたので、はい、デバッファーとしても活躍できます。はい、そして英雄の歌はやっぱり3ターン何もできないというところがちょっとした欠点だと思うんですけれども、はい、なんとですね、この LB 味方全体に変わっております、うん、さらに攻撃魔力をアップ率が星6の時はあまりね、英雄の歌よりはかなり低いステータスじゃなくて、バフだったんですけれども、はい、なんとですね、星7になって味方全体になり、この倍率もですね、英雄の歌を軽く越すような大幅にね改革されたLBでございます。さらに星7で覚える英雄の兆しこれですね、はい、さらに、星7で覚えます英雄の兆しを使うことによって、はい、LB がね回しやすくなり、うん、デバフ、そしてバリア、そしてバフの子として輝けますね。なるほど、めっちゃいいですね、はい、でもサポート、はい、うん、はい、さらにですね、まあ、LB を使うことによって防御と精神が漏れてしまう可能性を皆さん感じてると思いますが、うん、こちらの四季炸裂という、うん、はい、こちら3ターンに1回使用可能、味方全体にバリアを張ることができまして、このバリアがいかほどかというものなんですけれども、はい、まあ、このゲームの中ではかなり高いですね。先ほど試したら2000という数字をね叩き出しておりました。あ、なるほど、前の、はい、何でしたっけ、 HP が2000プラスされてるみたいな状態なんですか、はい、結構でかいですね。めちゃくちゃでかいですね、はいはい、なのでLB を回して攻撃を回してというのがねかなり得意な子になったと思います。はい、ではこちらのラムザさんのスーパートラストマスターも紹介していきましょう。こちらです、エスカッションカッコファイナルファンタジータクティクスということで、はい、結構このカッコ書き多いですね。そうですね、同じ名前のものが、まあ、元々のね、そうエスカッションがあるからね、うん、はい、はい、ということでなんとですね、剣盾ですね、うん、HP 15% プラス、防御精神60プラス、でかい、全属性耐性 20% 強い、強いですね。これはサポート系の子にぜひ持たせたい一品といったところでしょうか、うん、はい、剣盾なのにかなり防御も上がりますね、はい、上がりますね、はい、はい、こんな感じのスーパートラストマスターでございました、はい、続きましてディリータさんいきましょう。続きましてこちらのディリータさん紹介していきたいと思います、はい、星6のディリータさんは、まあ、ちょっと厳しめに言いますけど、素材が良かったけど技がない子っていう印象でしたね、まあ、ステータスがもともと高い作りだったんですけど、うん、なかなかねこの今のメタに合った有用な技がなかったですね。もともと乱れ打ちはあったので、人時代をね築き上げた子だったんですけど、乱れ打ち、はい、人時代は築いたけど今のメタではなかったっていうのが素直な感想ですね、うん、ただ星7になってだいぶ変わりましたね、はい、まずですね、
因果の剣というスペシャルアビリティがございます。これですね。はい、2ターンに1回使用か。そう、因果の剣で2ターンに1回使用か、まあ、かなり、ね、汎用性の高いものとなっております。そしてこの闇属性耐性ダウンがですね、はい、なんと、まあ、常闇のベリジャスさんの闇の報復以上に下がります。これが2ターンに1回使えるようになるということで、まあ、かなりあのチェインを重ねてあげる子のサポートもできるし、うん、自分の火力もかなり倍率が高い攻撃となっておりますので、闇の子ですね。はい、アタックとしても使えますね。なるほど。そしてですね、この獅子神中の虫というものも覚えます、うん、こちらはですねパッシブアビリティですね。なんとですね、まあ、ステータスも上げつつこの見習い北天拳のダメージ量もアップするということで、はい、なるほど。はい、こちら合わせて先ほど紹介したスペシャルアビリティ因果の剣と合わせて使うとかなりダメージパーターンが上がりますね。なるほど、はい、そしてディリータさんのスーパートラマス、利用されるもの毎ターン自分に、ダメージプラス攻撃を 80%。 不思議でしょ、はい、これね結構消費する。さっき試してみたら2000消費しました。はい、続きましてクイーンさん紹介していきたいと思います、はい、星6のクイーンさんは、まあ、一言で言うとある一定の条件下で効果力を出せるアタッカーだったと思います。そうですね、ラセツ。そうなんです、アビリティ覚醒が来る前は、うん、MP を回復できる子っていうイメージがねかなりその当時は強かったんですけど、はい、なんとアビリティ覚醒してこのラセツを使うことによりこの一定の HP 以下の時防御、精神、攻撃をアップするというこのアップする率がものすごいこのゲームの中でもありえないぐらいのバフと言われている子でした。なるほど、はい、こちらがですねなんと星7になりまして、はい、あのさらにこの羅刹が輝くような子になりました。なるほど。まずはですねエクスプローダーという特殊アビリティを覚えます。これはい、こちらですね、自分の HP を消費し敵一体に雷属性ダメージを与えるといったスペシャルアビリティですね。なるほど。こちらがなんとどれぐらい消費するのかと言いますと、羅刹圏内です。羅刹圏内自分で羅刹ができるようになったんですね。そうなの、これを使えば羅刹が打てる。なるほど。とっても羅刹を羅刹が打てるというか羅刹が発動する羅刹状態、はい、羅刹状態になるといったまあ、分かりやすく羅刹のためのスキルと言っても過言ではないぐらいのものですね。さらにですねその羅刹からのコンビネーションとして強い攻撃を覚えました。はい、まずはこのダブルピアッシングを見ていただきたい、はい、こちらですね、はい、特定のアビリティを1ターンに2回使用可能ということですね、はい、この特定のアビリティというのが、同じくピアッシングとつくものですね、うん、アーマーピアッシングホローピアッシングというものがございます。はい、まずはですねホローピアシング先ほど開いていただいたものですね。こちらがですねなんと、かなり倍率の高い1つ1の攻撃ですね、うん、ドンといくんですね、はい、フィニッシャー的な立ち位置ですね、うん、そしてアーマーピアシングは逆にチェインを重ねられるような1つ12のものですね、うん、かなり強力になりますね。それがダブルいっちゃう、はい、ダブルで飛んでいくといった技でございます、うん、はい、なのであの、まあ、星7になって星6の良さがさらに伸びたことなりました。なるほど。ぜひ皆さんいかほどの火力なのかその目で確かめていただければと思います。持ってる方いたらね、はい、はいはい、続きましてクイーンさんのスーパートラストマスターですね、はい、ヤヌスのメガネ、うん、アクセサリーですね、うん、こちらが攻撃力55のものですね、はい、そして一定以上の HP の時戦闘不能を耐える効果、うん、このヤヌスのメガネというものですね、はい、を覚えますね。はい、はい、かなり汎用性の高いアクセサリーとなりました。これクイーンさんがつけてるメガネだねきっとね。確かにそうですね、うん、そういうことだじゃないのかな、はい、わかんないけど、でもデッシュのイヤリングよりもかなりね数字が上がったものなので上がりますね、10上がってますね、はい、で結構ね星7になって頭打ちしちゃって結局デッシュのイヤリングの方が強いっていう ねパターンが、はい、皆さん多くなってきてる頃かと思いますので、まあ、そんな方はぜひヤヌスのメガネ取っていただきたい一品かと思います。うん、続きまして常闇のベリアスさん紹介していきたいと思います、はい、まあ、ベリアスさんといえば星6のベリアスさんといえば暗黒の在 在庫、ね、以上解散ぐらい暗黒の在庫が強かったです。強かったですね、はい、でこちらがですねなんと、オルランドゥの成功爆裂波など、うん、あのね横からこう
ボボ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 ってなんかあのユーザーさんの間ではブボボチェインと言われていたり、あの実はスケニさんから来る資料でもブボボチェインとフルチェインとかね、ブボボとフルチェインとか書かれていたりして、そうなんですよ、はい、なかなかねあの皆さん頭に、ね、残りやすい名前かと思いますが、はい、まあ、その暗黒の在下を使う子という印象が深かったと思います、はい、そうですね、うん、星7になりまして、さらにこの暗黒の在下を使う子になりました。さらに使う子になったと。はい、はい、ということで星7で覚えるスキルがですね、なんとあの暗黒の在下をサポートするかのような、効果力をサポートするかのような特殊アビリティがかなり追加されております。はい、こちらの不退転の決意闇、はいはい、こちらの特殊アビリティで LB の効果が変化します。なるほど、トラストアビリティですね。はい、トラストアビリティですね、うん、でこの LB の効果が変化するという変化の内容なんですけれども、もともとこの LB こちらですね、うん、断罪の刻印、うん、こちらが防御ダウンのみだったところが、なんと攻撃もダウンできるようになりまして、さらにこのダウン率がですねめちゃくちゃ高い、めちゃくちゃ高い、めちゃくちゃ高い、やばいやばい。で、まあ、防御も下げられるので、購買率下げられるので、かなりね暗黒の在下が通りやすくなりましたね、うん、チェインしてさらに効果力を出せるようになりました、うん、はい。そしてこちらの闇の宿眼、こちらがですね、はい、暗黒の在下など4種類のダメージ量がアップするといったものでございます。はい、LB も上がってんですね、はい、すごい。なのでさらなるダメージアップが期待できるということですね、はいはい、スペシャルアビリティも超強力ですね、はい、見ていきましょう。暗黒闘技、はい、これが5ターンに1回使用可能で、自分の攻撃防御魔力精神をアップさせて HP MP を徐々に回復し、リビットバーストゲージを増加し、3ターン牽引するまで自分を強くする、うん、もりもりサポート系の特殊アビリティですね、はい、スペシャルアビリティでございます。でさらにですね、星6の暗黒の在下の何がちょっと残念だったかって言ったら、アビリティ覚醒2回してデバフ率が上がらなかったことっていうのが、上がらなかった、まあ、ユーザーさんの中でちょっと悲しい、ちょっと物議をね醸し出した、醸し出した、あの当時物議をね、まあ、強かったからね、もともとがね、もともと強かったんですけど、うん、まあ、そこがねちょっとみんなの中でもうちょっといっぱい欲しかった、もうちょっといってよって思った部分だと思います、うん、はい、まあ、その印象が強かったと思うんですが、はい、こちらの演習の闇場、演習の闇場、はい、星7で覚えることによりまして、なんとこの闇属性耐性ダウン率が、はい、暗黒の在下よりも高いものがこちらで入れることができるので、まあ、より効果力を出すことができますね、うん、闇の報復で、まあ、かなりもうそれ以上のね闇デバフを与えることがもともとできる子ではあるんですが、うん、やっぱカウンターなので、うんうん、今あんまり食らわない時代ですし、うんうんうん、あのカウンターも発動するか発動しないか、まあ、運によるところもあると思いますので、はい、こちらのね演習の闇場を使うことによって、うん、まあ、コンスタントにダメージパーターンをね稼いでいただければと思います。はい、そしてスーパートラストマスター、毒闇の鎧、とんでも強いですね、とんでも強いですね、本当にこちら重鎧ですね、はい、攻撃力34、防御34、精神24の闇属性耐性 80%、 とんでもない、はい、まあ、あのアタッカーのこの耐性上げるのってちょっと難しいと思うんですよ、やっぱりそうですね、アタックダメージも出さなきゃいけないし耐性も上げなきゃいけない、ただこれは攻撃力も上がるし闇属性耐性も上がるし、うん、重要鎧なんで自動的に常闇の、トラストマスター、うん、六名傑の誇り闇も採用することができるといったダークナイトソウルとかもめっちゃいいですね。そうなんですよ、重要鎧だからね、うん、ぶわ強い、かなりね汎用性の高いものでございます。あー常闇一体しかいない一体しかいないんだ続きましてティーダさん紹介していきたいと思います。まあ、この子がね回復&サポートにいることも違和感があるぐらいの、なんか水属性とかあげられる、そうだねからかな、かな、うん、でもね違和感があるぐらいの高火力アタッカーでございます。そうですね、まあ、星6のティーダさんは簡単に言うと、うん、クイックトリックの子、クイックトリックを両手持ちでぶっ放す子みたいなそうなんです、あのクイックトリックはですね、そのチェインを重ねられる系多段系の特殊アビリティの中でも、まあ、比較的癖の強いものですね、なのでフルチェインを組むのが難しいとされていたんですが、うん、アビリティ覚醒したことによってかなり高倍率になりまして、うんうん、この子一人でダメージが出せるようになってしまった。なので両手持ちの、ね、ティーダさんをよく見かけることがそれ以降多くなったと思いますが、はい、なんと星7になりまして
さらにクイックトリックが強くなりました。イエーイっていう、こちらのディレイアタックですね、はい、敵一旦にダメージプラス一旦速攻かける2が使用可能になります。この速攻かける2というのが何ぞやというところなんですが、はい、クイックトリック、うん、スパイラルカット、うん、エナジーレイン、はい、ジェクトシュート、勢いに乗るっす、はい、そして新しく覚えるジェクトシュート2、こちらの6つの特殊アビリティが1ターンに2回なんと、はい、この中から選択して2回使用可能になるというものでございます、はい、次のターン使えるってことですね、はい、次のターンクイックトリックが2回打てるようになっちゃうという、うん、強い、強いですね、行くぞといった時に行けるようになりましたね。確かにそうですね。さらにですね、このスペシャルアビリティですね、はい、見ていきましょう、うん、ディレイバスターですね。こちらのディレイバスターは4ターンに1回使用可能なんですが、うん、なんとですね、速攻かける3、まあお察しの通り1ターンに3回使えるようになります。おー、なんかお得感ありますね。お得感ありますね。2ターン分で3回打てるってことですね、はい、これお得感ある、めちゃくちゃ強いですね、はい、なのでこちらも使用していただければと思います、はい、さらにですね、星6のティーダさん、うん、できなかったことがあります。なんだろう、まあ簡単に言うと、うん、水デバフですね。 LB 以外で水デバフがかけられませんでした。なるほどね。 まあでももちろん LB めっちゃ溜まりやすい子なんで、この子そうだね、そうだね、はい、なんで使えないというイメージがね、うん、なかったと思うんですが、なんとですね、こちらのジェクトシュート2を使うことで、うん、すぐだよ。しかもあれだね、速攻2とか速攻かける3とか使えるから、やるとクイックトリックとこのジェクトシュート2を組み合わせれば1ターンのうちに全部デバフして攻撃もできるし、そうなの、なるほど、すごい強い、すごいですね。なのでサポートしつつでも、ジェクトシュートしてクイックトリック2回打てるの、そう、強い、強い、やばくない、怖い、やばい、はいといったものでございます、はい、そしてスーパートラストマスター祈り子の夢、聞いたことある、知ってる知ってる、はい、あれ歌ってる、あの踊ってるところだよね。いや、これ祈り子さんが歌ってんですよ。あ、そうなんだ。そう、なんか結構さ、手にやってみたんだけど、うん、よくその音楽聞く、厳重装備時ステータス反映率 50% アップ。え、やっぱあれですよね、やっぱ召喚だからね、うん、結構天のコンセプトがね、そうね、はいはい、あとやっぱバフかぶりしないんじゃないかな。確かに、うん、とんでもですね、はい、そしてまたバーストストーンも上がっちゃうと、はい、やっぱりエースオブザブリッツ強かったみたいな感じうん、なんだろう、 LB めっちゃ強いからね。そうですね、はい、さらにね、 LB もね、上がるパッシブも持っておりますので、なるほど、なんだろう、タクスもできるからね、こいつ、うん、うん、LB、 あ、これでトップアスリートもできるし、はい、タクスもできると、そう、とんでもとんでも野郎ですよ、とんでも LB ためマンですね、うん、はい、はい、なので、まあ、LB そしてジェクトシュート2、まあ、速攻、うん、やクイックトリックを使って高火力のダメージを叩き出せば、かなり使いやすい、もう3ランクぐらい上のダメージが出るのではないかなと思います。はい、続きましてマリーさん紹介していきたいと思います。はい、マリーさんはですね、マリーさんなんかマリーさんって感じですよね。マリーさん、そう、マリー、星6の時はマリーちゃんだったんだよね、うん、はい、星6の時の印象は、ね、ラブユーオール、あー、ラブユーオールですね、ラブリーガード、ラブユーオールと覚醒ラブリーガード、そう、はい、の子っていうイメージですね、はい、まあ、なぜかというと、やっぱりこのラブユーオールがアビリティ覚醒2回することによって、はい、まあ、5ターンに伸びますと、うん、耐性がね、まあ、かなり上がるっていうのもあるし、うん、HP回復がねついたりとかして、うん、この回復量もかなり大幅に上がるサポート系です ね、 そうですね。そしてラブリーガードもこちらアビリティ覚醒1回するだけで、うんうん、全状態性耐性、全状態異常耐性が、うん、まあ、無効になる、3ターン無効になります。うん、強い、うん、なので、かなり強い子っていうイメージでしたね、はい、ただ防御と精神の上がり率は、まあ、そこまで高くないので、ね、ちょっとしたものおまけ程度な感じですか、はいはい、うん、なので、まあ、状態異常耐性と、うん、属性耐性の子というイメージが強かったかと思います、うんうん、そうですね、はい、星7になりましたね。なんと大幅にサポートできる特殊アビリティが増えました。なるほど、はい、まずはですね、はい、ラブラブスプリンクル、なんか恥ずかしいですね読むのが恥ずかしい、うん、はい、味方一体にバリアを付与し HP を回復するといった MP ですね、はい、特殊 MP を回復するといった特殊アビリティなんですが、はい、こちらがですね、なんとバリア2000のつきます。すごい、すごい、うん、かなり美味しい、ラブラブですね。しかも MP も即時回復、スプリンクルですね、はい、即時回復やっぱ強いですからね、はい、スペシャルアビリティで
エクセシブラバー。なんちょっとマリーちゃんの性格がちょっとどんな感じなんですかね。すごいキャピヌーン、愛ですね。愛がコンセプト愛みたいな感じですね。そうなの。はい、こちらですね、8ターンに一度使用可能になるんですが、はいはいはい、なんと防御の精神、うん、めちゃくちゃ上がります。ラムザの2倍、いいね、うん、で耐性もなんとラブユーオールの2倍。おつまりレジスト、レジストだ、レジスト、モノクロームシールドというものも覚えます。おこちらの耐性率がラブユーオールアビリティ覚醒2回よりもはるかに上がります。なるほど、ラブユーオールでも光闇属性は上がるけれども、はい、光闇だけでいったらモノクロームシールドの方が抜群に上がる、耐性が上がると。はい、おなので、まあ、時と場合によってね使い分けていただければと思います。はい、でちょっとステータスを見ていただきましょう。はい、半端ねえ、半端ないですね。これキラキラレインボーローブ、はい、トラストマスターですね、はい、をつけたのみの状態でございます、うん、このトラストマスターもまあまあまあちょっと今のメタで言ったらぶっ壊れに近いぐらいの、めちゃ強いですよね。欲しいって思いますもん。はい、かつパッシブでですね、はい、耐性を上げるもの多く持っております。インテンシファイア、インテンシファイアとプリズムレベルも元々持ってるのかな、はいはい、これでもう 80%、とんでもない。闇だけちょっとね低いんですが、まあ、この子ね先ほども言った通りモノクロームシールドで光闇は、うん、普段からコンスタントに高い数値を上げられるので、うん、まあ、カバーできるかなといったところですね。なるほど、強い、はい、そしてスーパートラストマスター、アライバルオリジン、ちょっと見てくださいよ。おお100% だ。ちょっと闇だけ足んないけどまあまあ 100% ですね。はい、まあ強いですね。連続性耐性 20% と精装備時精神アップ、はい、この精神アップなんですけどなんと極意分ぐらい上がります、はい、これはあれですからね、マリーちゃんじゃなくてもつけられますからね。そうなの、今この現状この全部上がる系だとかなりのすごいやつじゃないですか。そう、めちゃくちゃ強いですね。生命のメロディーの上位互換、そうなんですよ、みたいな感じですね。はい、なのでぜひサポート系の子、そして回復系の子につけていただきたい一品でございます。はい、はい、そんな感じのマリーさんでございます。マリーちゃん、はい、続きまして本日最後レムさんですね。はい、レムさん、星6のレムさんは一言で言うと死なないでの子、死なないで、ね、当時アイガイオンという強敵がおりまして、はい、攻撃力が一番高い子に即死をかけてくるという、うん、まあ、即死並みの攻撃力のある攻撃だったんですけど、うんうんうん、押しかけてくるというね、あのギミックを持った子に対してリレイズが存在しない時代だったんですよ。そう、まあ、その中で初かハンターフィーナーの次ぐらいのそうです、ね、レムさんがね、レムさん死なないでを持っているということでかなりね、うん、その当時使った方が多いんじゃないかなと思う印象の子なんですが、ですね、星7になりまして、はい、かなり赤魔同士に特化した子になりました。まず魔法を見ていただきましょう。魔法、はい、もともと崖は覚えていたんですが、さらに、トルネド、クエイク、ケアルジャ、すごい把握できる、なるでしょう、うん、はい、キアルジャも覚えます、はい、そして特殊アビリティ見ていただきましょう。はい、もともと連続魔持っていたんですが連続で使う魔がないってちょっとね、皮肉をね言われていた子ではあるんですよ。ただ、はい、もうそれは言わせねえぞ。そうですね、レイズ、まあレイズですけど、まあレイズしたら別にキアルジャしたら問題ないですよね。そう、私キアルジャも使えるし、トルネードクエイクやっぱりね、あの高火力魔法アタッカー、そうですね、持っている子が多くなりました。はいはい、後ほど紹介する、次回紹介するね、あの、うん、魔法アタッカー編でもかなりこのスキルトルネードクエイクを、覚えた子が多くいます。星7になって。なるほど。しかもあれですよね、やっぱあの火力振りじゃなくてもあのチェインの要因で使えるから、そうそうそう、ここぞという時に。そうなんです。だから他のサポートの子に暴風三星雲を持たせれば、うん、トルネードとチェインを重ねてフィニッシャーフィニッシュする厳重フィニッシュとできるので、かなり汎用性の高い子になりましたね。はい、はい、他にもサポート系の特殊アビリティ多く覚えております。星7になってダガーショット、はい、精神もダウンさせられますね、うん、そして、スペシャルアビリティの、まず一つ目のスペシャルアビリティ、やらせない、これが超話題ですね。これやばい。6ターンに1回使用可能で、なんとですね開幕使用可能です。ターンが始まってからすぐ使用可能。こちらがですね、味方全体に戦闘不能を1回自動回復する効果を付与、プラスリリーズ防御精神をアップ、プラスダメージを3ターン軽減。この防御精神の上がり率がどれぐらいかと言いますと、簡単に言うとホーンクレイドルですね。でこのダメージ軽減もホークレイドルなので、まあ
ホンクレードル。まあホンクレードル。まあホンクレードル。でも全体に戦闘負の1回自動回復する効果を付与ですよ。ターン開始時にですよ。すごい。やばいよ。そんなことありましたか今まで。ない。まあ星の王になってね、強い特殊アビリティを持つ子が増えたんでね、だいぶそういう子も増えると思うんですけども、まあ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 超強い。超強いですね。はい、強い子でございます。はい、さらにですね、MP コンバートというものも覚えます。これめっちゃ良さそうですね。はい、自分の LP ゲージを消費し、うん、味方全体の MP を回復、即時回復ですね。結構 MP の回復っていうのは永遠の課題ですからね、うんうん、で自分の MP を消化しなくていいので、うんうん、消費しなくていいので、まあ、吸収された後でも使えるという。なるほどなるほど。 MP 吸収されても平気、はい、強いですね。強いですね。かつ霊式のこの星なので、なんかちょっと覚えてる子多いなっていうね、特殊アビリティが皆さんもう見つけてるかと思いますが、うん、こちら軍神召喚、うん、はいはい、これ原作でもこれに似たようなものがあったんですよ ね、 すね、はいはい、自分を即死させ自分を即死させ幻獣ゲージを最大にする、うん、といった特殊アビリティでございます、うん、これあの原作でも自分の身を犠牲にして、うん、そうですね、何か、ね、なんか軍神を召喚するっていうのが、うん、まあ、必殺技みたいな感じだったようですけどね、はい、はい、なのでそれをモチーフにしたものだと思います。おー、まあでも幻獣フィニッシュしたい時に幻獣足りないとかで、でも絶対フィニッシュできるみたいな時に、うん、とりあえず使っとくかみたいな感じで、うん、そうですよね。スーパートラストマスターエンゲージリングですね、はい、こちら、はい、魔力40、精神40、魔力が 40%、 精神 40% のアクセサリーです。極意とかで頭打ちになって、ああ、そうですね、まあ、どっちにしようかな、忍びの魔力帯にしようか、マギステルクレストにしようかって迷う方結構いると思うんですけど、はい、まあ、これをつければどっちもね、頭打ちいけるんじゃないかといった、より上げられるアクセサリーでございます。すごい強いねこれ、うん、めちゃくちゃ強いですね。いや、まあ、その高みを目指す人は結構必須ぐらいな感じになっちゃうんじゃないかなっていう感じですね、うん、はい、めちゃくちゃ強い、強い、欲しいですね。はい、そんな感じのサポート&回復のレア召喚の星7でございました。はい、はい、というわけで今回は、はい、ピックアップレア召喚の回復サポート編ということで紹介させていただきましたが、はい、まあ、回復サポートといえどかなり火力が上がった子とかね、いろいろ特化した子がいっぱいいるのでね、はい、ぜひぜひ皆さんが星7にする際の参考になればいいなと思います。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございまし ました。公式ツイッターやってます。詳細欄にリンクがありますのでぜひぜひチェックしてみてください。そしてこちらのチャンネル登録も動画の更新通知や配信の連絡が届きますのでぜひよろしくお願いします。ではまた聞いてくださいね。バイバイ。じゃあねー。